So sweet, so happy。 和菓子で世界を幸せにしたい和菓子職人あきらです。僕の経歴はこちらです。はい、今日は秋の七草、萩の花、尾花、葛花、なでしこの花、おみなえし、また藤ばかま、朝顔の花という4番目ですね。なでしこの花を作っていきたいと思います。なでしこの花といえばね、もうだいぶ前になるんですけど、なでしこジャパンがサッカーで優勝した時にものすごく有名になったというか、もともと有名なお花なんですけど、まああれで特に河原なでしこ、大和なでしこみたいなね、そういう言葉が再確認されたということですね。そのなでしこです。特徴的なひらひらとした花びら、すごく可憐なお花ですよね。まあ、それを今日は作っていきたいと思います。はい、早速作っていきたいと思うんですけど、和菓子に興味ある人はぜひこのチャンネル登録よろしくお願いいたします。番組の最後には和菓子クイズをしますので、ぜひ最後まで見てください。はい、今日は河原なでしこを作っていきたいと思います。用意するのはピンクの練り切り、白の練り切り、おなじみの小豆のこしあんです。まあ、あんこは何でもいいです。他に三角ベラを用意します。はい、そしたらピンクの練り切りをぺっちゃんこにします。そして中央部ですね、適当な大きさの白い練り切りを乗せて縁をぼかしますね、まん丸にぼかしていきます。で、このぼかしたところを反対向けてあんこを包んでいきます。形を整えて、もみあげをせずにこのまま作っていきますね。ちょっと幅広く表現したいので、このままでいきます。で、うまく5等分に分けていきます。はい、5等分にしたらちょっとね、先を出してあげます。このね、先っちょを薄くしてあげます。そうして三角ベラでももちろんいいんですが、まあ、ちょっとこういう道具とか使いまして、なでしこの特徴である花びらのこのひだを作ってあげます。はい、形を壊さないようにお皿に置きまして、じゃん、毛通しですね。毛通しで練り切りをここに押し付けると、後ろ側からそぼろ状に出てきます。このしべを植え付けます。はい、完成です。はい、それでは和菓子クイズやります。楽しみにしましたか？はい、今日の問題はお豆です。赤いこしあんとか粒あんですね、まあ、あれは小豆、和菓子の世界では小豆って呼んだりしますけど、小豆で作られてます。では白あんは何で作られているでしょうか？1番白ごま、2番白いんげん、3番大豆。はい、答えはどれ？はい、概要欄に答えを書いていますので、ぜひ当ててみてください。はい、どうでしたか？なでしこ、可愛らしいですね。次はおみなえしですね。おみなえし、女郎花と書いておみなえしですね。はい、それではまた次を楽しみにしてください。またねー。